ロナルド、ロン・アンドリュー・ネッチ・アイは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ギャラティン出身の元プロ野球選手、ウトを右ミギウチ。1952年に北米のプロ野球史上唯一の9回27、脱三振を達成した投手として知られる。1950年のシーズンにマイナーリーグのクラス D 級のアパラチアンリーグ球団でプロ野球のキャリアを開始した。一塁手として入団したが、 翌シーズンには投手にコンバートされた。3年目の1952年にファーム責任者の目を引き、メジャーリーグベースボールのスプリングトレーニングに招待された。そこで結果を出して、メジャー昇格が濃厚になったが、持病の異界用が悪化して、マイナーでの調整が決まり、ブリストルに配属された。発作を伴うほどひどく、食事はよく焼いた。 メルバトーストとカッテージチーズしか受け付けなかった。2年目までパッとしなかったのは、高校時代に全力投球して、打者のあばら骨を折って、以来、全力で投げるなと言われたのを守っていたからだという。球威のある速球とスプリットフィンガーに近いドロップを武器にしていた。ピッツバーグパイレーツ参加 D 級ブリストルに所属する、熱ッチは1952年5月13日。 小スタジアムで行われた、監修戦183人の対ウェルチ戦において9回27奪三振の偉業を達成した。まず初回に3者連続奪三振の立ち上がりを見せる。2回に、ウェルチの打者の1人が遊撃手へのゴロで凡退し、熱地合いは残る2人を三振に切って取る。3回には味方一塁手の失策から、先頭打者を塁に出すが、続く3人を三振に打ち取る。 3回が終わって、ダッグアウトに戻り、燃えるような意の痛みを訴える熱血愛に、監督のジョージデトアはできる限り長く投げるようにと、突き放し、そのまま続投させた。4回から、ウェルチ打線は、セーフティーバントを心みるが、打球はことごとくファウルになった。熱血愛は、勢いに乗ってその後も、脱三振症を繰り広げ、 6回を終わった時点で、脱三振の数は17個に達していた。燃えるような胃の痛みを抱えながら7回と8回も、それぞれ3人から三振を奪う。9回の先頭打者が、ファウルフライを上げた時は、ファンの、落とせという叫びを聞いて、保守のハリーダンロップが落球し、結局この打者も三振する。その次の打者も空振り三振に取る。 9回の3人目の打者も空振り三振となるが、こいつで、打者は振り逃げを試みて出塁する。ただ、このこいつは、恋ではなかったという。熱血愛はその次の打者からも三振を奪い、ノーヒットノーランに加えて9回27、脱三振という北米のプロ野球の歴史においても、史上唯一となる究極の記録が達成された。 なお、これ以前の前側の9回での最多奪三振は1941年に樹立された25個だった。また、メジャーの9回での最多奪三振は、ロジャー・クレメンス、ケリー・ウッド、ランディ・ジョンソン、マックス・シャーザーが記録した20個である。相手のウェルチ打線は、至球、至球、失策と振り逃げでそれぞれ一人ずつの走者を出しただけだった。 本人は、試合後に27脱三振の記録を達成したことを、伝えられても現実味が感じられなかったという。大記録を達成した熱ッは、一躍時の人となり、エドサリバン賞の出演以来もあったが、球団が出演を認めなかった。次に、ブリストルで登板した5月21日の試合には5235人もの、観客が詰めかけた。監修の前で、熱ッは、 再び24奪三振、ヒア安打2という圧巻の投球を見せ、クラス B 級のカロライナリーグ球団に昇格した。クラス D 級ブリストルでの通算成績は43.0回を投げて、防御率0.4209奪三振を記録し、クラス B 級では126.0回を投げて、リーグ1位の172奪三振を記録した。 1952年8月10日にまだ20歳の誕生日が来て2ヶ月足らずながらパイレーツでメジャーデビュー。当時パイレーツのゼネラルマネージャーだったブランチリッキーはこれまで見た偉大な3人の投手のうちの1人と究極の賛辞を述べていたがパイレーツでは1勝6敗防御率は7点台と結果を残せなかった。セントルイスカージナルスのスタンミュージアルは ネッチアイと雑談を交わした際に、この世界にいたいなら、ストライクを投げなさいというアドバイスを彼に与えたという。1953年1月に、ネッチアイは、同世代の多くの若者と同様に、朝鮮戦争で徴兵を受けたが、戦地で、異潰瘍が悪化して体重が激減してしまい、間もなく状態した。その後に、パイレーツへの復帰を焦って投げ急いだために、 海戦筋鍵盤が引き裂かれてしまい、1953年シーズンはあまり登板できなかった。1954年はパイレーツのスプリングトレーニングに参加したものの、結局シーズンで1試合も登板できないまま終わってしまった。1955年はマイナーリーグで数試合登板したが、怪我を完全に克服することはできず、このシーズン限りで現役を引退した。 苦しんでいた、異界用は引退後には再発しなくなったという。引退後は、フィッシング用品やハンティング用品の販売を手掛け、成功を収めた。ありがとうございます。